セインツ・ロー4はアメリカで2013年8月20日に発売されたオープンワールドのアクションゲームセインツ・ローザ・サードの続編日本ではプレイステーション3版と XBOX360 版が海外で配信された13種類のダウンロードコンテンツが同梱されウルトラ・スーパー・アルティメット・デラックス・エディションというサブタイトルを冠して2014年1月23日 発売。Windows 版については日本でもゲーム機版とおおむね同時期に発売する予定だったが、2013年12月に日本における販売担当を予定していたサイバーフロント社が解散。これによって PC パッケージ版の発売は一旦中止となった。翌2014年、ズーより日本語パッケージ版が同年5月30日に発売される。ただし実態は前年に 北米向けにダウンロード専売が開始されていた Steam 版の日本語版であり、日本語テキスト化は本編のみ。DLC についてはサポート対象外だが Steam 経由で購入することは可能。なお、Steam 版は国内からでも直接ダウンロード購入することは可能。25種類のダウンロードコンテンツ及びスタンドアロンのダウンロードコンテンツ キャットアウトオブヘルを同梱したセインツロー4ディレクテッドが制作され、日本ではプレイステーション4版と XBOX1 版が2015年4月16日に発売され、2020年11月26日にはニンテンドース o s w 版が発売された。日本語版におけるキャッチコピーはリアルなだけじゃつまらない。はちゃめちゃやろうぜ。タイヤング部隊。 スタックの元司令官、サイラス・テンプルは、前作における、スティールポートでの一件により、全権を剥奪され、中東のテロ組織と手を組み、アメリカに対しカクテルを仕掛けようとしていた。主人公ら、サード・ストリート・センツは、サイラス鎮圧のために秘密情報部のエージェントである、アシャ・オデカーと共に、中東へ向かう。それから5年後、サイラスのカクテルを鎮圧した、主人公イコール、 セインツのリーダーは、名実ともにヒーローとなり、ついにアメリカが州国大統領に就任する。しかしその自己中心的な性格が災いし、政権は支持率の著しい低下に悩まされていた。そんな折、突如、全帝国と名乗るエイリアンがホワイトハウスを吸収。全帝国の皇帝、ジニャックは、閣僚を次々とアブダクションしていく。 主人公もまた一人で立ち向かうが、ジニャックの圧倒的な力には手も足も出ず、簡単にあしらわれる。囚われた、主人公は、バーチャルスティールポートと呼ばれる、仮想空間に遊兵されてしまう。主人公は、仮想空間の脱出を試み、エイリアンを殲滅し、地球人類を救うために活躍する。カスタマイズ、アップグレードストアなどは、おおむねセインズ・ロー、ザ・サードの要素を引き継ぎ、 より快適なプレイを目指して改良されている。またゲーム内において、過去シリーズ作をも含めた、様々な娯楽作品からのパロディ要素が至るところに存在する。本作では一つの武器種類ごとに、スキーを変えると、武器自体の形状のほか、発射時のエフェクトなどが変わる場合もある。またアップグレードが、武器の性能それぞれ5段階特殊効果で分割され、 どのように武装を強化していくかをある程度自由に決められるようになった。プレイヤーのアップグレードにより二丁持ちに変化する。プレイヤーのアップグレードにより二丁持ちに変化する。自動車、モーターボート、飛行機、ヘリコプターが登場しているほか、今回は UFO やパワーアーマーといった SF 的な乗り物も登場する。本作では、 スーパーパーによる移動の方が早く乗り物を利用する機会は少ないが、デバージョンや GPS ショートカットなどのシステムは前作までと同様に残されている。実写や実機は登場しないものの、モデルとなったものが存在している。ありがとうございます。